A を押し続けるとよりしっかりと仕上がります。うんうん、ふきふきふき、めっちゃ輝いてる。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年10月22日土曜日の午後2時57分です。今日は土曜日なのでトタキキさんが広場で演奏されています。リクエストもお気軽にとのことですので、皆さんふるってご参加くださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことであれやね、またしても今日もお仕事に行こうかと思ってます。マミーさん、やっほー、ごきげんよう。アイラさん、ダフン、お話ししよう。今日みたいな日は昼寝をするのもいいかもしれませんね、ダフン。いいね、いいね、ひなたぼっこや、ひなたぼっこ。でもな、お昼寝って言ってもそんなね、外ではせんかな。いや、まあ大人になったらさらによね。お掃除中？でもそれ自分の家、え、これ自分の家やっけ君。アイラさん、こうやってお話しするの久しぶりよね。あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。素敵ね。もうどれが誰の家だか全然把握できてないよね。でも多分本人の家かですね。いやんか、家の前のお掃除中ごめんね。その家は絶対邪魔やと思うけど。待って、はい、出発します。とりあえず今のところ3人やったんかな、お客さん。世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか。お仕事に行きます。お仕事に行かれるのですね。ラジャーです。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか。出発。はい、受けたまりました。一番最初が、エレフィンやったやろ、読書がどうのこうのっていうので、2番目がペンギンの子やん、シアタールーム的なので、3人目があれだ、夢かわいい系の。あ、どうもどうも、おかえりやゆな、事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。了解です。なんか個性的な感じの子が今日も揃ってますな。さあ、たくみさんお仕事するよ。あいなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。見て、これさ、マミーさんちのとこに置きたいね。マミーさんちの前とかその辺にめっちゃ良くない？絶対合うよね。あいなちゃんどうしたの、お仕事する？はい、します。オッケー、お仕事を始めるのね。よし、今日もよろしく。よろしくお願いします。観光客の方にお声掛けして別荘作りのご提案をしてみてね。あ、了解。じゃあ声かけてこようっと。さあ、誰がおるかな。今のところなんか子熊のことをワニは見えた。待ってね、こっからか。木の匂いってなんだか気持ちが落ち着くよね。牛、とびきり高そうな家具に囲まれてお金持ち気分を味わいたいな。なんか嫌な感じだな。森の中でキノコに囲まれながら暮らしたいわ。こっちの方がちょっとセレブっぽい感じやけどね。あれか、ちょっとエセっぽい感じか、こっちは。キノコね。あ、暖炉のある部屋で暖かな家庭を築きたいな。家庭まで気づいてしまうのか、メリアスよね今の。自転車をかっこよく置けるお部屋って憧れるな。どうしよっかな。まあ、私基本的にねえ、なんか部屋の感じっていうよりはキャラクターで選びよるけんさ。でもな、どうしようかな今回。可愛いって思うのはこれかこれなんやけど、ランドのある部屋、まあ、でも想像つきそうな感じ。今全然めっちゃ暑そうやけどね、ここでは。
自転車をかっこよく置けるお部屋ってなんかちょっと作りにくそうやな。そっちにしよっか。暖炉のある部屋で暖かな家庭築きましょう。どうも、私メリアスです。あなたは別荘のコーディネーターさんですね。今私別荘が欲しいなって考えていまして、お話聞いていただけますか。ならね、お任せくださいじゃなかった、お聞かせください。ありがとうございます。プロの方に相談できると安心ですね。それではよろしくお願いします。なのね、この子は語尾が自然。お世話になります。なのね、私の希望としてはこういう感じなんですけど、暖炉のある暮らし、メリアス様。暖炉とロッキングチェアとミシン。ほう、なんかいいね、おばあちゃんちって感じ。まあそんなおばあちゃんち経験したことないけど。昔の？なるほどです、素敵なイメージですね。昔のっていうかあれかな、日本じゃないよね。ではエナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。暖炉っていうよりやっぱちょっと寒そうな感じのところがいいかなね。家の中はガンガンにあったかくするけん、外はね寒いぐらいでいいんじゃないかな。あ、この辺もいけるんやね。いや、ここかな。よし、じゃあここで。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。なのね、外に出たらちょっと絶望的に寒いと思うけど。それではメリアス様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、メリアス様を現地にご案内してね。了解です。張り切ってくよ。到着。わあ、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて、どんな感じになるか楽しみでしたのね。それではどうぞよろしくお願いしますね。速攻でやね。暖炉のある暮らし、外どんな感じにしよっか。でも寒いけんさ、あんまりこう、あんまり外にずっとおる感じのはね。ベビーチェアとか増えとるよ。へえ。あ、家庭気づくけん。そういうことじゃなくて。わからんけど。乳母車とかもある。あ、いいね、いいね。あ、外にさ、石窯をこう、石窯置いて、これ何？糸車。ふんふん。どうしよっかな。あ、めちゃくちゃいいね、ほんと。すごくいいね。あ、薪とか置いとこや。この辺りには置ける場所がない？別にその辺りじゃなくていいよ。そういうことじゃなくて。とりあえずこれで、どうしよっかな。かま。この辺に置くでしょう。で、横に、よいしょ。あ、これもう一個欲しい。違う違う違う。こっち向きでいいかな。まあ、いっか。なんか違う気がするな。いや、どうでもいいかもしれんけど、なんか違う気が。もうちょっとね、これね、なんか隙間がなくなってくれたら自然なんやけど、ぴったりとくっついて。なんかすごい不自然に間が空くけんね。くっ。まあでもこんな感じか。んで、でも外そんなになーって感じやけんなー。何か。どうしよっかなー。草地、土。あーでもな、黒土。違うなまあ、でもなんか、ストーブとか暖炉とか季節的にもあれやけん。クリスマスツリーとかは外じゃないわ、中の方がいいかな。かわいいクリスマスツリー、多分ちっちゃいよね。バースデーテーブル。バースデーパーティー、ベビーベッド。ほら、やっぱり赤ちゃんが。マミーさんとかが依頼者やったらね。どうしよう、アンティークなテーブル。バースデーテーブル。でも外はそんなに飾らないで大丈夫かな。よし。じゃ、中入ろう。
味噌と殺風景。まあまあまあ、メインは中だから。うんうん。中思ったより狭いな。いや、毎度毎度思うけど、思ったより狭いよね。やっぱ外先に見てしまうけんさ。あれぐらいの広々した感じが中にも欲しいんですけど。え、どうしよっかな、暖炉。やっぱ中心よね。で、ミシン。え、どうしよう。この辺置いといて。ドッキングチェアはやっぱさ、私的には暖炉の前かな。燃えるこれ。でもこんなもん？これぐらいか。そんなにリアル追求せんでいいかもしれんけど。なんとなく。モロッコポフって何？なんかイントネーションもわからんねやけど。モロッコのプフってこと？プフって何か知らんけど。え、でも多分モロッコってことやろ？これはモロッカンやし。どうしよう、ロッキングチェア色変えたいな。色は別に変えても大丈夫なんやろ、これ。これじゃねえや。あ、これか。もうちょっとさ、濃いめの色がいいよね。ダークウッドにしとこうっと。でもなんかそれはそれで、違うな。あ！片付けてしまった。違う違う、いるんよ、いるんよ、これ。いや、やっぱこの色でいっか。なんかね、馴染みすぎても違う気がするんよね。この位置かな。なんかちょっと毛糸セットみたいなんない？カゴの中にさ、毛糸がいっぱい入っとるみたいなのあったら欲しいんやけど。ねえな。ねえな。なんか、暖炉の上に置きたかったんやけどな。とりあえず薪。ここはあれかな。一組でいっか。やっぱその隙間がすごく気になる。あ、黄金の食材。と、カサブランカ。ピコーン。お花椅子側にしとこっか。で、こんな感じで飾って、よき。あ、時計置くのもいいな。まあ、いっか。まあまあまあ、いっか。どうしようかな。糸車とかも置いとく？絵とかも飾っとくか。素晴らしい。違う。壁に飾りたい、私。そういうのじゃなくて。これどういう向きで置いたらいいやつかな。あ、これ、こうか。こういう向きか。ってことよね、きっと。で、ここに椅子を置きたいよね。椅子、椅子、椅子。椅子、ここにあるのは、あれか、ソファーだけか。ここは別に普通の椅子でいいかな。こんだけ？じゃあカントリーな椅子かな。カントリーな椅子。いいよ。こんな感じで、位置的には、こっち側かな。こっちはちょっと色変えた方がいいかな。あ、消した。何回だよ。こっちか。ダークブラウンかな。はい。どうやろう。なんか机とあまりにも色が一緒すぎてもね、なんか気持ち悪いんよね。でも現実でもそんな感じよね。大体。そして、ソファーとか置きたいんやけどさ、なんかこの空間だけって考えたらさ、違うんよね。この空間だけって考えたらなんか、ソファーは、いらんなーってなるんやけど、でもな、テレビとかも置きたいけどな。なんか違うんよね。丸太の飾り棚。カントリーなカップボード。カップボード。あ、キッチンもある。突っ張りラック。これどう？あれ？突っ張りラック。なんか違うかな。
あ、なんか違うような気がするな。グランドライト、これこっち側に向けて、あ待って、で3をここに置く。あ、どう？いい感じ？あ、良きなのでは。よし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 。じゃあ、こんな感じでいっか、もう。はい、こんな感じで、オッケー。どうでしょう。どうでしょうか。こっちのセリフなんだけどね、完成しました。ありがとうございます。それでは確認させていただきます。おー、やいな。ちょっと待った。え、何？何か不備が？何自分だけ耳当てつけてんだ？すみません、お客様。少しだけお待ちいただけますか？何？トラブル？外が飾り付けられてなさすぎとか？別荘作りは人がなくしたんだよね。終わる前にちょっといい？何？ほら、事務所でナッティさんが過去をピカピカにしてたの覚えてる？お掃除？実はオイラ、ナッティさんから部屋の家具をピカピカにする方法を教えてもらったことがあるんだ。部屋の家具をピカピカに？え、全部新品じゃないのこれ。ほこりかぶっとる？君の仕事に役立つと思うし、せっかくだから教えておくよ。やり方はすっごく簡単。L で準備してから磨くだけ。L。ピカピカにしたい家具があったら試してみてね。なんか変わるん。専門的なことはよくわからないんですけど、面白そうなお話でしたね。なのね。何がどう変わるんやろ。じゃあさ。あれ、この木馬。こんなちっこい。は、なんか、お掃除スタイルになった。お部屋の家具を磨く。ピカピカに、ピカピカを消す？なんだそれ。わざとホコリかぶせるとかそういう。A を押し続けるとよりしっかりと仕上がります。うんうん。よいしょ。ふきふきふき。めっちゃ輝いてる。これさ、部屋の中、ずっとこんな光輝かれとっても、この光超邪魔じゃない？え、絶対邪魔よね。別にそんなキラキラす、これツリーとかやったらいいかな。よいしょ。あ、結構狭い隙間まで、そうか。入れるようになったんよね、これ。大型アップデートで。うわ、すげえ張り切ってる。どう？ツリーめちゃくちゃ光放ち、邪魔だな。めっちゃ邪魔だな、なんか。でもまあ、光らせるとしたらそこぐらいじゃない？何に使うん、この機能。お宝とかやったらありかな。ね。あとなんか、金属製のものとか。一般家庭にはいらん気がする。消そう。パタパタパタ。じゃあまあこんな感じで。オッケー。どうでしょうか？完成しました。ちょっとキラキラの使いどころを教えていただきたい。やっぱ宝物ぐらいかな。わー、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです。なのね。見立て家具とか、なんか設定があったらあれやけど、普通の家を作るっていうだけの状態ではさ、光り輝き方は邪魔よね。一瞬キランってなるだけならいいけど。そっか、ここでも撮影できるよね。ちょっとお尻のアップ。どう？いい感じ？いい感じに周りがぼやけとるね。どうでしょう？家具にあったさ、フクロウの時計、あれ、壁につけれたらよかったんやけどね。
素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったらお帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？ならね。撮ります。私が写り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね。ならね。自分も写ること前提。暖炉のある暮らし。さあ、写しますか。どうやって写すんやっけ？これか。写しましょう、写しましょう。お、そっち？んー、まあ、そこに座ってくれたんならそこで、まあ、いいか。暖炉の前に座ってほしかったんやけど。やっぱ暖炉の前に座った方がよくね？いや。どうかな？ちょっと待って。よいしょ。こっち座ってよ。いいよ。はい。そうそう、そこに座って。あ、本読んでる？あ、いいね、いいね。じゃあ、これで。これで、あ！ちょっと立ち上がらないで。座ってて。あ、間違えた、ごめん。よし、これで。あれ、読書やめたの？飴舐め出した。なんか溶けそう。さあ、これで。本読んでくれてた方がいいんだけど。まあ、いっか。そこはね、まあ、自由で。出てきた、出てきた。私が出てきた。待って、これカメラモードじゃなくなっとるね。はい。この辺か。じゃあ、これで。は。いい感じ？オッケー。周りの黒い部分ちょっといらんのやけどね。はい、何でしょうか。帰ります。そうですか。よかったらまた顔を見せに来てくださいね。なのね。それではお元気で。ただいま帰りました。お帰り。どう？このお仕事にもだんだん慣れてきたんじゃない？うん、確かに。それじゃあお給料の6000ポケを受け取ってね。あざす。ここにある、この、何、乳母車は、さっき使ったやつの色違いってこと？アイラちゃん、一生懸命お仕事してくれてありがとう。ほんと助かっちゃう。ただ、あんまり働き詰めってのも良くないので、今から休憩にしまーす。ほ。好きなだけ気分転換してきてちょうだい。この島をぐるっと一周歩いてみるとかね。まあ、気になる場所はあるんよね、確かに。なんか建物いっぱいあるし。私もお散歩してこようかな。最近ちょっと運動不足だし。運動といえば知ってた？近くの崖に生えてるツルってすっごく丈夫で大人でもよじ登れるの。知ってる。私も取ってきてさ、自分の島につけとるもん。なかなかいい汗かけるわよ。気が向いたら A で登ってみて。じゃ、また後で。あ、たくみさんがおらん。え、仕事自体を受けれん感じ？そういう。はい、これください。この乳母車は2400ポキか。買っちゃいましょう。さっきのより可愛い感じね。これはこのノルディックなチェアは7600ポキか。どうかな？いるかな？とりあえずやめとこう。また今度にしようっと。ね、これ何？これ、ライトか。バブルマシーンやった。え、シャボン玉出せる？このバブルマシーンは6700ポキか。たっけ。買おう。お餅はお餅。こういうの広場に置きたいんやけどな、お正月とかに。この餅つきセットは1800ポキか。高いな、買えますよ。よし、オッケー。てか、買い寄るやつさ、全部もしかして手元にある？あれやね、置いてきおらんかったら大変なことになりそう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、なんかたくみさんおらんくなってさ、仕事引き受けれんっぽいけん。まあ言われた通り、うろうろしてみる？後でって言ったけん、なんか、
イベントが起こるのかもしれんし、うん、